2019年堺市長選挙とは、日本の地方自治体である大阪府堺市の市長を選出するために執行された選挙。政令指定都市市長選挙では初めて令和に実施されるもので、2019年6月9日に投開票された。前市長の竹山治美が自らの政治資金問題により辞職したことに伴う選挙である。大阪維新の会からは、 前回市長選で竹山に敗れた A 藤秀樹元大阪府議会議員が5月7日に出馬を表明。一方、大阪都構想などの政策をめぐり維新と対立関係にあった自由民主党では5月11日に新たに大阪府連会長に就任した渡嘉敷直美衆議院議員が大阪都構想の住民投票の実施を容認する意向を示し、 都構想そのものへの賛否についても、ゼロベースで議論すると述べ、賛成に転じる、可能性に含みを持たせた。5月17日、都科式の方針に反発した堺市議会議員の野村、智明が、自民党を離党した上で、堺市長選への立候補を表明。翌18日には都科式が、物理的、時間的に私の考えに賛同する候補者で、戦うのは、 難しいと述べ、自民党大阪府連としての候補者擁立断念を表明。野村への推薦や支援も否定したが、党所属議員の個人としての応援は容認する考えを示した。選挙には他に NHK から国民を守る党代表で、葛飾区議会議員の立花隆氏も立候補を表明した。出典、3名、立候補届で順当開票の結果、 A 富士が僅差で野村を退けて当選。NHK が実施した当日の出口調査では、A 富士は大阪維新の会と日本維新の会の支持層の90%余りを固めたほか、無党派層の30%台半ば、自民党支持層の約30%の支持を得た。野村は自民支持層から60%余りの支持を得たほか、 無党派層から50%台後半の支持を集めた。これにより、維新の会は、4月に行われた、府知事と市長のダブル選挙、衆議院、大阪12区補欠選挙に続けて3連勝となり、大阪府知事、大阪市長、堺市長の大阪のトップ3を、初めて独占する形となった。当日有権者数、68万2285人。 最終投票率40.83%ありがとうございます。